それでは第1問、ダチョウのオスはどっちでしょう。シンキングタイムは10秒です。わかりましたか？それでは正解に移ります。正解は1番です。オスは黒い羽とピンクのくちばしをしています。続いて第2問、ダチョウの足はこの中でどれでしょうか。どれも恐竜みたいな足ですね。果たして正解は？はい、正解は3番でした。ダチョウの足の指は2本しかありません。ちなみにですが、1番の足はエミュー、2番の足はヒクイドリの足なんです。最後の問題です。生まれてから6ヶ月のヒナは1と2どちらでしょうか。さあ、これはなかなか難しいですね。正解は？はい、正解は2番でした。羽をよく見ると違いがわかりますよ。以上でクイズは終了です。